こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、2021年で一番ヒットしたオリジナルアニメ映画は何だと思う？え、そうだなぁ、エヴァかな？新エヴァンゲリオン劇場版は興行収入102億円で1位だけど、もともとはテレビシリーズだよな。そっか、じゃあ、コナンかな？名探偵コナンヒーローの弾丸は興行収入75億円で2位だけど、これは漫画原作だぜ。わかんないよ。オリジナルのアニメ映画の1位は、細田守監督の竜とそばかすの姫で65億円だぜ。2021年の全体の順位では3位だな。へぇ、さすが細田監督。タイトルに竜って入ってるのが良かったのかな？そうかもな、人は昔から空想上の巨大な生物にロマンを感じているんだ。というわけで今回は、世界の伝説の生物、幻獣八千を紹介するぜ。ちょっと強引な流れの気もするけど、楽しみ。それではゆっくりしていってね。ドラゴン。まずはドラゴンだぜ。伝説の生物の中でも一番メジャーだよな。ドラゴンといえばセイントセイヤのドラゴン使竜、神座のデスマスクをロザン昇竜派でぶっ飛ばすところはかっこよかったなぁ。ネタが古い。ドラゴンに共通する特徴としては、爪と翼を持ち、体が大きいオロチとされているぜ。ファンタジー世界において、ドラゴンはカラフルに描かれることも多いけど、昔の伝説では真っ黒でツヤ光りした姿なんだぜ。火や煙を吐くこともよく知られているな。黒く描かれることが多いんだ。日本で緑色のイメージがあるのはやっぱドラクエの影響かな。ドラゴンは聖なるものではなく、邪悪なものとして記述されることが多く、ドラゴン退治は昔から多くの英雄譚において描かれてきたぜ。ドラクエも一作目は竜王を倒す話だったもんね。特に有名な英雄は、ドラゴン退治の末にその地で超人的な力を得たジークフリード・シグルズ。人間を襲う悪竜を飼いならし退治することで王女を救った聖ゲオルギウス・聖ゲオルク。王として民を守るために命と引き換えにドラゴンを退治したベイオールフなどがいるぜ。ドラクエ一作目で竜王を倒したロトの子孫も追加したいね。伝説上のドラゴンはいくつか種類があるんだ。まずはワイバーンだぜ。ワイバーンはよく言うって言われてて、ゲームとかによく出てくるね。そうそれ、ワイバーンはイギリスの紋章として用いられているドラゴンで、コウモリの翼、ワシの足、ヘビの尾、緑と赤の2色を基本とする表皮に2本の足を持つんだ。それが正しい設定なんだ。日本のファンタジーだと、プテラノドンみたいなドラゴンってだけの感じだね。ワイバーンは和製ファンタジーでは有名だけど、古代の文献での登場は少なく、紋章くらいでしか使われてないんだぜ。他のドラゴンのような神話に記述されず、一部の中世以降の文献で散見される程度なんだ。ワイバーン、実はマイナーモンスターだった。次はワームだぜ。ワームはファンタジー世界においては巨大ミミズとして描かれていることが多いよな。言うまではモンゴリアンデスワームが有名だね。でもあれってドラゴンなの？文献などによるとドラゴンの一種であり、翼は持たず地面を張っているぜ。ワームをドラゴンの一種として取り上げる理由は、古代においてドラゴンとヘビに厳密な区別がなかったからだ。古代ではドラゴンがヘビと同じくらい身近だったのかな？ドラゴンの種類の最後はファフニールだぜ。ファフニールはファーブニールなどとも呼ばれる、ドラゴンに変身したドワーフだぜ。本当の姿はドワーフなの？父親を殺し黄金を手に入れたファフニールは、黄金の指輪の呪いでドラゴンに変身するんだ。その弟が、義足であるジークフリードに退治を依頼することで、ファフニールは殺されてしまうんだぜ。そんな血生臭い事情があったとは、そういう設定からか、和製ファンタジーのファフニールは姿が一定しないんだね。ちなみに霊夢は竜と竜の違いってなんだと思う？え？というか、違いってあるの？西洋のドラゴンは、竜の字が当てられるよな。中国や日本の伝説の生物には竜を使う。西洋のドラゴンは悪のイメージを持たれやすいのに対し、東洋の竜はしばしば神聖な生物として扱われるんだ。恐竜も、恐竜とは言わないよね。竜は人間の敵のモンスターで、竜は漫画ドラゴンボールのシェンロンみたいな人間の神様ってイメージかな。ベヒーモス。次はベヒーモスだぜ。ベヒーモスはよくファンタジー世界において陸上最強の生物として描かれるんだ。ベヒモス、ベヘモトといった様々な名前で呼ばれているぜ。出たベヒーモス、ファイナルファンタジーシリーズではおなじみだね。召喚獣ではなく、強い雑魚敵としての登場ばかりなのがかわいそうだけど、ベヒーモスはあまりの巨大さから一頭なのにもかかわらず、その名前の起源は動物を意味するヘブライ語、ベヒモスの複数形にあたるんだぜ。また、よく聞くバハムートはベヒーモスを元とし、姿が伝わっていくうちにリバイアさんと混同したものだと考えられているぜ。ベヒーモスとバハムートとリバイアさんにそんな関係が。
ベヒーモスの起源は旧約聖書にまで遡ることができる。神が天地創造の5日目に作り出した存在であり、同じく神に作られたリヴァイアサンと共に二頭一対をなすんだ。リヴァイアサンと同格なんだ。ファイナルファンタジーではリヴァイアサンは召喚獣だから、ベヒーモスは隠した扱いなのに。聖書には神のいかなる行と競い合うこともできず、その創造者の手にあるいかなる武器もこれほど強くはない、と記されてるぜ。このように記述されることからも、ベヒーモスは神の傑作と言われることがあるんだ。ただのでかいイノシシだと思ってたけど、神の傑作だったとは。ベヒーモスは中世以降ではしばしば悪魔として見られてたんだ。地獄の辞典と呼ばれる悪魔学やオカルトについてまとめられた辞典には、太った像と人身の姿で書かれているぜ。ファイナルファンタジーのベヒーモスも銃から二足歩行するようになったね。暴飲暴食のイメージから、貪欲を司る悪魔として描かれるようにもなった。ちょっとメタボだからって大食いのレッテル貼られちゃったんだ。ただ、地獄の君主婦の悪魔でありながら、七つの大罪に当てはまる悪魔として描かれることはなく、ソロモン七十二柱の中にも入ってないんだぜ。あくまで隠した扱いなんだね、ベヒーモスさん。不死鳥、フェニックス。次は、不死鳥、フェニックスだぜ。フェニックスといえば、セイントセイヤのフェニックス一騎。ブロンズセイントなのに強すぎやろ、毎回唐突に出てきすぎやろ、とよく突っ込んでたな。ええ、フェニックスは死んでも何度でも蘇ると言われている鳥で、その蘇り方に一番の特徴があるんだ。その方法とは寿命を迎えた際に、自ら燃える焚き木の中に飛び込んで死に再び蘇るというものだぜ。自らの身を焼いて復活ってかっこいいよね。姿形としては半ば金色で半ば赤色の羽毛、大きさや格好はワシに似ているぜ。手塚治虫の火の鳥の影響で、顔が可愛いメスのイメージあるなぁ。フェニックスの原型は古代エジプト神話内で登場する聖なる鳥、ベンヌとされている。また、古代ギリシャ古代ローマの著述家たちによってその伝承の形は変化し、燃える焚き木に突っ込み、実施した後に蘇るという伝説は、彼らによって作られたものであるとされているぜ。出た、後付け設定、創作あるあるだね。中国のフェニックスは私たちでもよく知る言葉で言う鳳凰のことだ。輝く色模様で、生地や孔雀を混ぜたような姿形をしているぜ。こっちの方が火の鳥のイメージに近いね。典型の鳥として、徳の高い皇帝の庭園や宮廷などを訪れるんだ。オスの方とメスの王、双方一緒で永遠の愛の象徴ともなるぜ。縁起物だね。さっきのベヒーモスと同じように、フェニックスもヨーロッパでは悪魔として見られていたんだ。え、フェニックスが悪魔？ソロモン七十二柱の一柱として、ゴエティアでは地獄の二十の精霊を率いる大いなる公爵と記されているんだぜ。ただ、ゴエティアや悪魔の偽王国では鳥のフェニックスのように現れる、と記述され、不死鳥とは別の存在として描かれている。なんだ？それなら悪魔じゃないでしょ。しかし、称号が不死鳥であることや名前が同一なことからも、モチーフが鳥のフェニックスなのは明らかだぜ。やっぱりフェニックスは悪魔なの？悪魔としてのフェニックスは子供のような声で話し、思索に優れており、話す言葉が自然と詩になるけど、そのメロディは耳を塞ぎたくなるほど聞き苦しいそうだ。フェニックスさん、音痴だったの？また、人間の姿を取るときは、科学の質問についてすべて答えるそうだぜ。不死身だから勉強する時間はいくらでもあるもんね。ユニコーン、一角獣。次はユニコーンだぜ。ユニコーンといえばセイントセイヤのユニコーンジャブ。いや、それはマイナーキャラだから。レギュラー化を検討してたけど、セイヤとキャラが被るから脇役になったんだぜ。なんと、ユニコーンやロップかっこいいのに。ユニコーンは一本の黒い3フィートの角を持ち、胴体は馬、頭はオジカ、足はゾウ、そしてお愛のシシに近いと、ブリニウスは記しているぜ。え、うちらの認識だと、普通の馬に一本の角が生えてるだけだけど。また、古代においてユニコーンは獰猛であり、尖った角の一突きで、どのような動物をも殺すと考えられていたんだ。一方でユニコーンの角は水を浄化し毒を中和すると言われ、あらゆる病気を治す力も持っているとされたので、多くの人がユニコーンの角を手に入れようとしたんだぜ。でも空想上の動物だから無理っしょ。そう、だから北海に生息する一角の牙を代替品として、高値で取引していたんだぜ。一角の牙はまがいものだけど、一部の毒を見分けることが可能だったため珍重されていたんだ。とばっちりで狩られる一角さん気の毒。ユニコーンは非常に獰猛だから捕らえることはほぼ不可能で、捕らえたとしても衰弱してしまう。しかし角が貴重なため多くの人が捕らえようとしてきた。捕らえる方法の一つは、角を体重などに突き刺させて、角を無力化させることだぜ。
刺さって抜けなくなってる間にゲットだね。なんか間抜けだけど。もう一つのやり方は、処女の娘に誘惑させることだぜ。ユニコーンは乙女を好むと言われ、乙女が目の前にいるとおとなしくなって、膝に飛び乗ってくるんだ。処女好きとか、ユニコーンは美少女オタクだった？この特徴からユニコーンは低血を表すものともされているぜ。低血しか認めないキモいやつって気もするけど。フェンリル。フェンリルは狼の魔物だぜ。フェンリルか、ファイナルファンタジーだと6や9に召喚獣として出てくるけど、人地味だね。パズドラの方が有名かな？フェンリルは狼の形を取る灰色の巨大な怪物で、北欧神話における神の一柱であるロキの三兄弟の長子なんだ。彼の次には大蛇のヨルムンガンド、その下には死者の国を司る女神ヘルが生まれたんだぜ。ヨルムンガンドの方が有名なような、同名の漫画があるからかな。フェンリルは北欧神話の予言によると、神々に災いをもたらすと言われ、さらに徐々にその力を増していくために拘束される運命をたどるんだ。フェンリルは成長株なんだね。フェンリルは猫の足音、女の髭、石の根、熊の剣、魚の息、鳥の翼の6つの架空のもので折られた紐、グレープニルで拘束されるんだぜ。グレープニルも同名の漫画があるよね。本当に本人って北欧神話好きすぎ。この6つはこの拘束具のためにこの世から消滅したとも言われているんだ。また、フェンリルは平らな石に縛り付けられ、剣を突っかえ棒として口に差し込まれたんだぜ。かわいそう、動物虐待だ。しかし、最終戦争のラグナロクにはフェンリルは自由になって、神々の戦いの場に挑むんだ。そして北欧神話における死神オーディンと相まみえて彼を飲み込むんだぜ。あの名高いオーディンを丸飲みとかすごい。ところがオーディンの息子ビーザルに心臓を剣で貫かれ、フェンリルは絶命するんだ。私の知らないマイナーキャラにやられるとは無念。人魚、マーメイド。次は人魚姫で有名な人魚だぜ。有名な特徴としては上半身が人で下半身が魚類だな。逆だったら嫌だよねー。怪人、魚面男になってしまう。西洋の人魚で有名なのはやはりセイレーンだぜ。セイレーンは航海者を美しい歌声でナンパさせる海の魔物なんだ。ドラえもん、のび太の魔界大冒険にも出てきたね。ジャイアンがあの歌声で撃退して笑った。セイレーンは人魚ではなく鳥の姿で描かれることもあるぜ。嵐の予兆として登場したり、船をナンパさせる性質を持っていたりするんだ。人魚は可愛いイメージだけど、悪い魔物扱いなんだね。日本では人魚の歴史は古く、日本書紀には人でも魚でもない生き物の記述があるんだ。また、日本の人魚は古くは人状の顔を持つ魚とされていたけど、西洋の文化と混じることで西洋式の半人半魚なイメージに変わったぜ。日本のはまさに昔流行った人面魚だね。シーマンみたいな。シーマンとかもう誰も知らんだろ。なお日本は西洋とは違い人魚を吉兆と見ることもあるぜ。その例として、和歌山県の西光寺にある人魚のミイラは文化財に指定されているんだ。でも人魚のミイラって偽物なんでしょ？ええ、人魚の肉を食べると不老不死になるという話もあるんだ。人魚の肉を食べることで不老不死の体を手に入れて、800歳まで生きたとされる八尾国伝説が日本各地に残っているぜ。どの部分に不老不死の効果があるんだろう。人間の部分だとグロいね。アジア各国にも人魚の伝説は残され、それぞれが違った特徴を持っているんだ。中国では、川に住む山椒魚のような姿をした生物の記録があり、人面でこそないものの猿の一種とする見方もあるぜ。中国なら猿の顔の水生生物がいてもおかしくないかも。また、フィリピンには魚との約束を破り子供を差し出さなかった結果、子供が高波にさらわれ数年後に、人魚がその海域で現れるようになったという民話が残っているんだ。怖っ。ホラーでしょそれ。人狼、狼男。次は人狼だぜ。人狼は半狼半人に変化したり、人間が狼に憑依されるなどして狼の姿となるんだ。あなたも狼に変わりますかって歌があったね。石の真子の狼なんか怖くないかよ。名曲だけどさ。人狼は満月の夜に変身すると言われるけど、これはファンタジー世界において後から付けられた設定で、伝承では他の日付で変化するものも多くあるぜ。また後付け設定か。人狼はヘロドトスの歴史や旧約聖書にはすでに記述が存在した。ヨーロッパでは古くから変身誕が信じられてきたけど、キリスト教の教えにより神の関与なく変身することを信じる者は不信心として概念を否定されてきたんだ。神様が許してくれればいいのに。そこから中世になり異端が問題になるにつれて、人狼は異端者と関連付けられるようになり、
獣人化を悪魔の仕業と考えられるようになった結果、特に狼は悪魔の化身と考えられたんだ。赤ずきんとかでも狼って悪者扱いだもんね。この迷信から、魔女審判と同じく、権威に逆らった者たちは人狼として排斥されていったんだ。受刑者を狼と呼び、長期間狼のような姿で、月明かりの夜に野原をさまよう罰を受けたんだぜ。鬼滅の刃の猪之助みたいな格好させられるのかな？あれは猪だろ。なお人が狼になるという迷信については、科学的根拠があるのではと考察されてきたんだ。例えばライ麦に繁殖した爆芽菌のアルカロイドや狂犬病の罹患による人格の表変を人狼と呼んだのかもしれない。病気で凶暴になった人が人狼と呼ばれたのかもってことね。また知能障害や頭脳損傷による精神的な理由も考えられてきた。他にも外見的特徴としては多毛症と現代では呼ばれている病気が人狼として見られた説が考えられているぜ。そういった病気の人が人狼扱いされてきた歴史があるのかな。なお、狼男という有名な映画では、人狼は銀の弾丸かステッキのみで倒せるとされているけど、これはこの映画だけの設定だぜ。吸血鬼とごっちゃになっちゃったのかも？ミノタウロス。最後はミノタウロスだぜ。ギリシア神話に出てくるゴズ人身の怪物で、ゼウスの子ミノスの妻パシファイと、ポセイドンがミノスに送った王子の子供なんだ。人間の女性が王子と子作りしてしまうとは、パシファイは、ポセイドンもしくはアフロディーテの怒りに触れたことで、神の力で牡牛を好きになってしまったとされているぜ。元から牛が好きだったわけじゃないのね。ミノタウロスは、クレタ島の迷宮に閉じ込められていて、アテナイからは毎年、7人の少年と7人の少女がミノタウロスに食べさせる蜜具として、王が命じて送らせていたんだ。生贄とはかわいそうに、アテナイの王子テセウスは、自国をこの重みから解き放つため、ミノタウロスを退治することを決意し、自ら貢ぎ物に選ばれたんだ。えらい、ヒーローだね。彼が脱出不可能と言われていた迷宮を脱出するために使ったのが、ミノス王の娘アリアドネが渡した糸玉なんだ。これを入り口に結びつけて、ミノタウロスを倒した後に糸をたどって帰ることができたんだぜ。頭いいね。でもそんな長い糸ってあるのかな？なお創作に出てくるミノタウロスは欲を斧を持っているけど、これは伝承の元となった神殿で王子を生贄に捧げる際に、両刃の斧が最も重要な神器であったことに由来するぜ。斧がなんとなく似合うからじゃなかったんだ。以上、世界の伝説の生物、幻獣八選について解説したぜ。霊夢はどう思った？そだねー、大昔は自然に存在する害獣の脅威があって、それへの恐怖が誇張されることで伝説の生物が生まれたのかなって思ったよ。確かに、伝承で語られる生物って、どれも実在の動物が元になっているものが多いよな。このチャンネルではこれからも不思議なことをどんどん解説していくぜ。他の動画もぜひ見てくれよな。知らないことばかりだから楽しいよ。最後までご視聴ありがとうございました。